調査チーム、応答せよ。先ほどの通信で、どうも障害が起きたようだが。南側の尾根で調査チームとの連絡が途絶えた。最後に連絡があったのはモンゴル軍の遺跡からだ。指示が出るまで待機せよ。ララ、どうしてもドアを使いたくないようだな。窓があるんだからいいでしょ。おいでおてんば娘パパまた次の冒険に出るの？ああ、大冒険にね。私、パパのアシスタントになるべきだと思うの。おお、そうかい。もちろんお前ほど頼もしい子はいないよ。だがこの仕事は危険すぎるな。ララ、聞いてくれ。お前はいつか世界に名を残すことになる。私もとても誇りに思うだろう。ちょっとごめんな、大事な電話だ。傷に何か巻こう。この葉っぱなら止血できそうね。包帯みたいなものは。どうにかしないと。あのキノコ、卵天狗だけ。あれで毒を作れるわ。
これだけあれば何か作れそうね。キャンプに戻って試してみよう。休まないと。寒い。すごく疲れた。違う。話を聞け。この発見はあまりに重要なんだ。私の評判がどうなろうと構うものか。脅迫するつもりか。私が今までどれだけ。もしもし、もしもし。パパどうしたの？バカ者ども。パパ怖いわ。あと少しだ。重要なことが解明できそうなんだ。いつかお前にもわかる。そんなのわからなくていい。もうやめてほしいの。私のパパに戻って。女を探せ。現状報告せよ。どうぞ。また野営の跡を見つけた。火は消されたばかりだからそう遠くないはずだ。どうぞ。通信が不安定だ。遠くには行くな。奴らがまた襲撃を企む前に見つけるんだ。司令部、手分けして追跡する。了解。だが奴らは撤退したようだ。行方がわからない調査チームを見ず、全部隊に次ぐ。先住民が空き地にスネアトラップを仕掛けて、俺たちの追跡を予想してたんだ。畜生。奴らの撤退は見せかけだ。まだ近くにいるぞ。ドリンカーがやられた。誰か頼む。下ろしてやれ。
チーム注意しろ。先住民が森に罠を残してる。準備は順調。俺は旧ソ連軍施設の確保のために最初の飛行機でシベリアにやってきた。他の連中も続々とやってきている。コンスタンティン様が新入りにスピーチするのを俺は後ろで眺めていた。コンスタンティン様の話はいつ聞いても新鮮で惚れ惚れする。今までは言葉だけでどうこう言われてたからうーんって感じだったが、いよいよ動き出したんだ。これはヨタ話なんかじゃない。俺は一度全てを失った人間だったが、トリニティ教団が俺たちを変えてくれた。生きる目的を与えてくれたんだ。新しい世界が待ってる。信じない者にさえ役割が与えられているんだ。まだいるわ。戦うには狭すぎる。おびき出すべきね。No!
逃走中の預言者は帝国を越え現在北へ向かっている。私は今馴染みの薄い地域に足を踏み入れている。トリニティの命令は明白だ。地の果てまでも偽預言者とその信者を追跡し、彼の異端の教えを亡き者とすること。しかし当初の想定より数ヶ月以上もかかっている。彼は未だに私を手玉に取っているのだ。彼はハザールの地を横切ってコーカサス山脈を横断する。ここに私の不利な点がある。私は帝国のあちこちで話される言語のうち多数を習得している。しかしこのような奥地ではしばしば敵対しない程度のコミュニケーションしか取ることができない。預言者の方はまるでそこで生まれ育ったかのようにあらゆる言語に通じているようだ。もう冷たそうね。骨を切り出して作った矢尻だ。これはモンゴルの技術のようね。これはカブラやね。モンゴルの弓兵が音で敵を威嚇して混乱させるために使ったものだわ。帝国が公式に発行する許可証、パイザだわ。今のパスポートみたいなものね。調整なる天の力によりて、ハーンの生死、軽んずる者は侮辱罪に処すって書いてあるわ。
ビザンティンのガレー船？どうやってこんなところまで。この近くのはず。上に何かあるはずよ。どうにかして氷を割らなきゃ。マリア・アデュラは立ち往生してしまった。氷が崩れ、竜骨が真っ二つになった。マイ、偽予言者に船の大砲をお見舞いしてやりたかったが、我々は徒歩で移動を続けるつもりだ。こちらにはトリニティ教団の精鋭が6人いるし、食料や物資は蓄えてきた。船員は飢えているが、連中はまだ気づいていないが、目的のために死ぬことになるだろう。部下と私はこの氷の洞窟の出口を探し、徒歩で進む。船が氷に飲まれる前に南の方から音楽が聞こえた。まずはそこに向かう。しかし何はともあれ休まなければ。寒さが骨まで染み入り、眠い。少しだけ眠ろう。うまくいった。